皆さんこんにちは、マサ先生です。今日はお家でできる大人向けのリフレッシュ体操をご紹介させていただきたいと思います。今日はお母さん編です。もちろんお父さんもできます。まず伸ばすところ、体の伸ばすところのご案内なんですが、背中周りだったり胸、もも裏が伸びてくるストレッチになります。で、壁を使っていただくストレッチになります。で、壁に向かって立っていただきましたら、手を肩の高さ、前ならえの高さで触っていただいて、そこから足を肩幅より広く広げていきます。で、そしたら手のひらを1枚分もしくは2枚分上に上げていただいて、手と手の間、腕と腕の間に頭を入れながら、お尻を後ろに引いてこんにちはをするようにしていきます。こうすることで先ほどお伝えしました背中、胸、もも裏の筋肉が伸びていきます。余裕があるよという方は壁から少し離れていただき、体を倒す角度をより深く行ってみてください。こうすることで肩周りの肩こりだったり腰周りの腰痛だったりが改善できる鍛えができます。ぜひながらで行っていただける種目にもなります。例えばお皿洗いをしていただいたそのままの流れで手をついてこんにちはとしていただいたり、またはテーブルを台拭きですねをしていただいたそのままの流れでこんにちはとしていただける、とても簡単な体操になります。ぜひお家でやってみてください。この時に呼吸も忘れないように深呼吸をするようにしながら行ってみてください。本日は以上となります。ありがとうございました。